どうですか。いや、この昼ニュース控えて今いますか、はい、小林が完璧だったんで、うん、めちゃめちゃプレッシャーっす。なんか今日験担ぎのものとか特にない。まあスーツですかね。え、スーツ。あ、そうっすね、この内定した時と同じスーツを着てきました。ピカピカの、ピカピカのスーツです。緊張しすぎるとやっぱいいパフォーマンスできないんで、まあ、気楽にって言ったら言い方おかしいですけど、そこまでガチガチにならず頑張りたいと思います。なんかサッカー選手みたいだね。やっぱそうっすね、あの、ね、メンタル大事だな。大丈夫かな。いや、やばいっす。お願いしますって言うんだよ。どうしました。いやいや、はい、まだ回してないですか。回してないです。回してない。あれ、昼ニュースのスタンプどこにいますか。インタビューを受けてる。はい、L+V。 優勝賞1分15と53だと。そして10秒余りです。じゃあこれをもう回してください。はい、いきます。どう。ちょっと時間が近づくにつれ緊張感が。なんて読んでないでしょ。はい、どんどん読んだ方がいい。わかりました。大丈夫そう。すごい緊張してますね。本人メンタルって言ってますけど、結構メンタル安定してないですね。大丈夫でしょうか。もう読み込むしかないですよ、この時間。あと30分。今11時なんで。こんにちは。本番まであと30分ぐらいですから。去年、北九州市小倉南区で、29歳の女性が、列車に近づいたと話しています。もうちょっと間取っていいかな。列車の運転士が西村で。要は、そこからは運転士が言った鍵括弧の文言になる。はい。列車の警察によりますと、岡池さんは、身長151センチと呼びかけています。こっちです。はい、ここだけ写真を画像に変えてくれる。画像。動画もあったけ。ああ、はい。ここはあえて画像でリードだけだ。画像、はい、うん、こっちが緊張してくるんだ。なんかこいつ撮ってると。でもサッカーでも今まで大舞台はあったんだろう。サッカーは自信あったんで、うん、大丈夫だったんですけど、うん、自信ないと思います。自信ないな。しゃよし、行くぜ。大物だなこれ。みんな聞いてる。まあでも、でもいい、落ち着いとることや。でまだ冷静になることやな。確かに、そうですね。素晴らしい。はい、40分30分でした。40分30分。あとどのぐらい。あと45秒す。頑張れよ。はい。こんにちは。去年、北九州市小倉南区で死体遺棄事件です。警察は今日、新たに着ぐるみを持ち歩いていました。警察は、些細な情報でもこの事故のため、JR 鹿児島線などで通勤・通学およそ7万人に影響が出ました。 OK!
ありがとうございます。震えてる。やべえ。はい、お疲れさーん。お疲れ様です。ようこそアナウンスで。よかったよね。とかもう緊張してないように見えましたけど。いや、してますしてます。まあまあ素晴らしいデビュー戦でした。ありがとうございます。